原の藤田と川原です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ストーリーの方でも載せていたブライトララのロングウィッグの中ですごく人気でロングセラーの商品なんですけども、こちらこのゆるカールロングという商品を紹介していきたいと思います。はい、早速ですね、はい、このウィッグを紹介していきたいなと思います。はい、こちらお願いします。ミルカールロング全13色です。はい、こちらなんですが、まずどんなウィッグかっていうところなんですけど、はい、まずこれ見ていただいたら分かる通り、おお、長い、ちょっと頭切れるんですけど、腰までのスーパーロングになっています。はい、いい感じの長さ、はい、80センチあるんですよ。長いんですよ。はい、で、ただロングでそんな重いかなっていう感じで印象はあるかもしれないんですが、この辺ちょっと短い毛がね、これあるの分かると思うんですけど、胸下からレイヤーを入れてるので全体的にはすごく軽めのふわっとしたロングヘアになっています。で、カールもゆるカールっていう名前を付けてる通り、ゆるいカールになっていて、グリングリーンな感じではないので、すごくナチュラルな可愛いロングのスタイルになっています。はい、ですね。です。はい、で、特徴、前髪も特徴あるんですけど、そうですね、前髪、どんな感じですか？これはですね、エアリーバングという前髪で、ふんわりした、そう、横から見たらふわっとね分かっていただくと思うんですけど、すごいもうシルエットがめちゃくちゃ可愛い、ふんわりした前髪になります。エアリーマンで、これは根元からふんわり立ち上がった可愛いトレンドの前髪なんですけど、根元に、立ち上がるための細工がありまして、ふかし加工というのが施されています。ちょっとチリッとした短い逆毛みたいになってはい、このチリチリした毛をふかし加工というのですが、これがあることによってこのふんわり立ち上がった前髪のシルエットになる、うん、でこれがですね、買って箱から出した時などちょっと表に出てきてチリチリすることがたまにあるんですけど、それはですね、鳴らしていただいたりとかすると目立たなくなりますし、こうどうしてもこのチリチリした毛がはみ出る場合はこうはみ出た部分だけカットしていただくと、うん、はい、元に戻りますので、はい、これチリチリした毛は不良品ではなくこのふかし加工という加工になってますのでご安心ください。重たい前髪ではないので、すごく扱いやすいですね。そうですね、ふんわり軽い感じなので、もう届いてすぐかぶっていただけるような、うん、そうですね、多少まあ、はい、櫛通して直すぐらいで、検品もして出荷してるので、そんなに変な癖とかはそこまでついてないかなと思うんですけどね。はい、次つむじですね。皆さん気になるウィッグのつむじ問題、アレンジ自在つむじになっています。で、届いた時はこんな感じでペンってなっている状態がもしかしたら多いかもしれないんですけど、 I 型にもできるというか、分け目を作ることができるので、普通にコームで分けるだけでこんな感じで分け目がつきます、はい、そうすると I 型つむじになります。で、あとジグザグにしてあげることもできるんで、できますね。はい、あ、より自然な感じの頭になりますね。つむじは、なのでアレンジ自在の変形型のつむじになっています。はい、これがポイントです。私なんかは今 I 型、そうですね、私も I 型ちょっとジグザグにしてる感じ、そうですね、これがあるからとっても自然な感じが、はい、ありますね。はい、続いてカラバリの説明をちょっとしようかなと思うんですけど、はい、カラバリ今回これは13色ご用意してまして、13色多いですね、はい、盛りだくさんで、今回人気のナンバー3のカラーを紹介しようかなと思います。はい、イエーイ、イエーイ人気カラーいきます。人気カラーまず1個目、はい、こちらアンバーローズです。おー、かわいい、可愛らしくて、そう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 なんです、ローズなので可愛い、なんかよく、はい、これはミックスカラーで、ピンク、紫っぽい色、ちょっと赤みがかったブラウン、ベージュとかいろいろミックスされています。そう、ハイライト、ローライトみたいにがっつり太めのミックスではなくて、細い
色合いでたくさんの色が入っているのでとても自然なピンク系のブラウンになっています。はい、で2番目人気が川原さんかぶってくれているクリアバイオレットグラデ。クリアバイオレットグラデ、名前がかわいい。そうですね、クリアバイオレットという名前の通り、あのもうクリア、あの透明感のある感じの色なんです。で紫なんですけど、もうど紫っていう感じじゃなく、ほんまにこうすごく透明感のある紫、ピンク紫っぽい。そうですね、ピンク、ベージュ、紫のもう中間のような自然な感じの色ですね。結構グラデーションカラーになってるのがまたこの自然さの一つなんですね。目元が黒っぽくなってるので、文字毛を染めたみたいな感じの色合いになるのがすごく自然です。でこのグラデーションを今かぶってくれてるんですけど、私も今日はグラデーションでシャーモンミルクグラデっていう色ですね。これもめちゃくちゃ人気で、これも頭頂部が暗めになっていて、全体は明るめのベージュで、グラデーションは他にもこのレモングラスグラデっていうちょっとカーキっぽいグラデーションもすごく人気で、これとこれ定番でグラデ人気って感じ。そうですね、こんな感じ派手髪がやっぱりブライトララは多いのかなと思いきや、ナンバー3がはいこちらビターです。じゃーん、定番、これがまた可愛いんですよね。定番カラー、可愛いベーシックな黒じゃないんですけど、透明感のあるブラウンと黒が混ざったような、まあでも黒に近いかなって感じですね。ブラウンって感じではないんですけど、ほんまにもう黒、透明感のある黒、すごい綺麗ですよ。日本人の黒髪って感じの黒ですね。そんな感じのカラバルですね。カラバルの紹介です。全部で13色あって、そのうちグラデーションになってるのが6色、フェニックスカラーが、4色で、黒とかブラウンのベーシックカラーを3色ご用意しています。はい、で今日はゆるカールロングの13色をご紹介しました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。で次回のインスタライブなんですが、基本水曜日の18時45分から行っているんですけれども、次回はちょっと間が空くんですが、4月の新作が発売されるあたりでお知らせをしようと思ってまして、4月の新作めっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛い、絶対好きと思うねんな、ブライトラお客様、はい、好きと思うねんな。私も私も好きなので早く見せたいんですけど、そうなんです、めちゃくちゃ可愛いのでぜひお楽しみに、ね、お待ちくださいね。ぜひお楽しみに、はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。本日も動画を見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。本日使用したウィッグなどその他もろもろは概要欄に貼っていますので、ぜひチェックしてください。この動画がいいと思ったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。